さあ、サポーターの見守る中、前半戦スタートです。縦に出す、このサイドよく動いてますね。中に一人、あっと PK です。ここで PK です。トッテナム、ペナルティーキックを与えてしまいました。やってしまいましたね。アーチェン、先制のチャンスを迎えています。いきなり1点を先制しています。チェックが入りました。前へゆっくり送ろうという場面です。左へ出した、チェック。さあ前で味方が待っています。頭で流し込む、キーパーファインセーブ。一回当たってるんで難しいボールだと思いますけども、よく止めましたね。前線へ、いいマークですよ。柔らかいボール、ボールが渡る中にスッと入ってきますね。ここで試合を振り出しに戻されています。しかしまだ試合の勢いどちらに向くのか何とも言えません。サイドからいい上がり方をしますね。前に出るシュート、手で弾いた。さあアーゼガム、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。ここは何としてでも決めたいところですね。ゴール正面、シュート、ヘッド、いい動きを見せてますよ。
サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。中にスッと入ってきますね。あとは1対1一直線。キーパー素晴らしい飛び出しでしたね。そうですよね。動いたか。いい動きを見せてますよ。パーカー細かいボールの奪い合い、ゴール前を固める。中にスッと入ってきますね。送ってきた。ヘディング、決まった。いや、来ました。さあ、アーセナル、ここから反撃です。まあ、形としては期待した状況ですけども、お互い考えてますか。1点差ですしね。取っていく。ボトのチャンスだ。抜けてきた。1対1。そのまま行く。おっと、決められない。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。アーゼが同点のチャンスだったんですが、ゴールには至りません。誰が前線に待っているのか。中に誰か来てますよ。ここには誰もいない。ヘッド、追加点のチャンス。シュート、キーパーしのいだ。ここは精一杯クリアします。さてコーナーキックに変わります。見せ場となる場面、なんとかクリア。回します。ロシツキ、中に1対1、抜けてくるか、振り切れるか。左へ回す。チェック、いい動きを見せてますよ。ここは精一杯クリアします。中にスッと入ってきますね。同点のチャンス。ヘッドか、これは惜しい。ナイスキャッチ。ベイル、ボールを回してチェックになります。大きくサイドを変えます。落ち着いています。今行けますよ。ファールです。タイムも残り2分を切りそうです。ボールアウト。大きくサイドチェンジ、叩きます。右に送ります。もっと前半終了のホイッスルです。トッテナム前半調子良かったですね。はい、このままいけばね、後半も追加点が見られると思いますよ。では少し振り返ります。試合が始まってすぐアンペルシー PK をきっちりと決めました。そうですね、1回 PK があるとディフェンス陣が強いプレッシャーをかけにくくなる心理も働いたりするんですよ。でもやむを得ない PK なのかどうかの判断って難しいんですよね。それからもう一つ、前半24分、パーカー、ここで勝ち越しとなるゴールを決めています。そうですね、いいパスが出ていましたから。はい、アーゼル、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がトッテナム、パスを
せたんですが、ここは阻まれています。デフォー、アデバヨール、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。トッテナムチャンスです。中を狙ってきた。このチャージを取られました。いい力の展開ですね。チェック、同点のチャンスだ。強い。さあ打つか、いくか、止めに行く。レノン、抜群のスピードを誇る。相手からも来ますよ。さあこれはオフサイドの判定です。いいプレッシャーだ。前線に誰がいるのか。中に誰か来てますよ。ヘッド、ヘッド。さあ試合の方は振り出しに戻っています。戻して右に出して回します。チェックになります。そしてボールはここまで来ています。ゴール前を固める。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。アーゼが結局このボールを奪いました。後ろからチェック。前方は足からチャンスを作る。これはゴールキーパーよくキャッチしました。かなり動いてきますね。右へ出す。うわー、ミラ右足にシュート。また打ってきた。ジョルルカ、レノン抜き去ります。競っていく。さあ固まっている。前を向こうというところだったんですが、阻まれました。待っていた。左から誰か入る。コーナーキックに変わります。どう攻めてくるんでしょうか。デフォー、ここで入れ替わります。出ていく選手ですけど、見ていてと運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますね。エリアの左側、流し込んで決めた。ヘディング。さあアーゼが早く1点返したい。中盤でしっかり展開しますね。チェックに行きます。どうする。ここで激しい、あっとこれはエリアの中だ。ここでペナルティを取られてしまいました。しかしこれで分からなくなりましたよ。これでゲームは振り出しに戻っています。非常に面白い試合になってきました。アデバヨール、右からのチャンス。さあいけるか。ここで笛です。ベイ、ここで交代させます。さあトッテナム、同点の後半に入って、そして先に動いてきました。あーっと惜しい。うわー惜しい。ここまで持ってきたんですが、残念でしたね。惜しかったですね。再びジュルー、チェック。おっと、あ、前にいますよ。合わせた。手で弾いた。うまく落としました。今のところ1本シュートを打っています。さあ1人で上がっていく。
自分で行く。とはいい動きを見せてますよ。これはキーパータッチです。ヘッドで競る、いいプレッシャーだ。右へ出したレノン、今後半の40分が経ったところ、おっと奪います。トッテナム中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。前に2人います。ロシツキカウンターで来る。アンペルシー横へ運んでいきます。上がってくる、1対1だ。さあシュート、ボールは生きている。ずっと入ってきますよ。アーゼン、ここからの攻撃になります。おっと、アーゼンさばいてヤラス、左にさばいて、ここで試合終了です。両者激しい点の取り合いを見せました。結局引き分けということになりました。